どうも、バタでーす。今日はのトランスフォーマーマスターピースのラウトペタルの本レビューをしていきたいと思います。イエーイ。まあまずセット内容はの最初はマスドライバーナイフルと、これサウンドウォーリアー、まあなんかのブロードキャストがちょっとこの濃い青になってるね。しかもサイバートロンマークが書いてないついてないけども、これの超音波カッターラウドペダルのここにつけ、おい、ほら、この俺のフロントタイヤにフロントに触るな。俺の美しいしフロントをお前の汚い手で、汚されちゃ嫌だからな。はぁ、お前ほんと喋るんか。当たり前だろ。まあいいわな。もう、これがアバター。まあ、よう見たらブロードキャスト対、サウンドウェーブ。あ、おい、おめえ、あ、これはもう、何がラウルだ。おめえな、これはアバターって言うんだ。あ？私のこんな、ラウルじゃねえやっぱ、バカったれが。まあ、そうだな。これが、ベースになるやつ。ベースで、これが、アーム、ディスプレイのやつ。まあ、パープル、クリアパープルだもんで、ほんと、美しいな。そして、これが説明書。うん？まあ、これが、ここに入っているけど、サイドミラー。で、キャラクターカード、かっこテックスペックカード。で、これはマーキングシール。そして、これが本体。おい、俺のボンネットに、お前の汚い手で触るな。触れると、汚いのが映る。おい、なんか、お前、ラウドペダル、お前トラックスみたい、トラックスみたいなナルシスト。おい、そんな気持ち悪いやつの名を出すな。バカか。はは、お前、でもさ、お前、トラックスのディレクアイテムじゃん。だからこんな気持ち悪い奴の名前を出すんじゃねえ。おい、何言っとんの、もう。まあ、とりあえず、内容、必要な、あのセット内容は、こんなもんです。まあ、まず最初は、もうこれに袋に入ってるサイドミラーがあります。2枚が入っとるんだけども、もう1枚がスペアとしてで使います。もしこれが壊れ、
なんかの折ったりしたら、たらいかんもんで、多分、スペアもう一本、もう一枚、つけましたと思います。その次が、のスペア、じゃなくて、サイドミラーの、の取り、この取り方なんだけども、まずニッパーで、で、ここのゲートを取ります。まあ、プラモデルみたいだけどな。さ、パッチ。あ、そうだな。ここのところを間違えて、で、切っちゃったらいけないけどな。ここは間違えないようにしてください。まあ、間違えそうだったら、この上でもいい。ここを切ればいい。ここの上を切ればいいからさ。さあ、取りました。次に、ゲートを取ります。そんじゃあ、ゲートを取る。そんじゃあ、サイドミラーの、を取ったら、次にゲートを取ります。まあ、プラモデルで言えば、のランナーとパーツの真ん中あたりだけどな。はい。これもゲート。まあ、プラモデルみたいだけどな。さあ、これで、サイドミラー、もう、綺麗に撮りました。まあ、その次が、ちょっと見えにくいけども、ここの穴に入れます。さ。はい。右の方は、完了しました。さあ、左の方もやります。これで、サイドミラーを両方つきました。さあ、やっぱサイドミラーがないと、となあ、あはは。おい、おめえ、ね、フロントのところを触っとんじゃねえよ。汚らしい。おい、そんなこと言うなよ、もう。本レビューだからさ。さあ、ラウトベルトのボンネットを開くと、こんな機械なのが、あります。まあ、だけども、これは、トラックスのディレコ、おい、こういう気持ち悪い名前を呼ぶなって、おい。まあ、あれのディレコだもんで、で、ここにの30、トランスフォーマーの33まで再現した、こういう機械のやつが、再現されています。ほら、こんな風にな、あ、行き過ぎた。こんな風に。この次は、サウンドウォリアー。姿はまだわかんないけども、まあこれ、デストロンのやつか。まあわかんないけどな。実は、このサウンドウォリアー、トラックスと、おい、だからやつの名前、まあ、気持ち悪いから言うな。まあな。まあ、こんな、実は、こっちに、ラウトペアタルの中にも入れるようになり、入れれます。
そんじゃあ、入れるならば、ここを開いて、まあ、ウィングの、もう下にも、こういう風にして、まずは、こう、次に、これを上げれば、上げて、最後、ここ、このところを、の、こっちにジョイントがあるもんで、このくぼみに入れます。さあ、入れました。そんじゃあ、入らんな。入れん。さあ、これで、ああちょっとむず。これで、ちょっと見えづらいけども、ここにサウンドウォリアーが収納されました。まあ、いいけどな。再現できたな。ちょっとこれ、の、ビークルモードの時の、格好を見てみよう。まず上。で、そして、横。おい、何を汚い手で触っとんだ、おい。それ、これが、これが前。で、まみ。まあ、これが後ろ。ね。まあこれ下ウィングがついてん、はい、ラウトペタルフライドモード、まああのあいつと同じ、まあああいつってあいつのことか、まあいいけども、あいつはナルシストだもんで、って気持ち悪いわははは、なんかお前もナルシストっぽいなぁ。なぁ。さあ、ヒューンってね。ヒューン。まあ、こんな風で。まあ、これで空ももう飛べます。まあ次に、マスドライバーライフルを、ここにつけます。まあ実はロードレイジが持っとった武器みたいなんだけどもな。まあわからんけど。さあ、つけるときは、これはロボットモードに見つけるときにやります。これはロボットモードのときです。さあ、フライトモードにつけるときは、この穴でつけます。さあ、そんじゃあ、この穴に、このジョイントにつけます。いわゆるマウントなんだけどもな。はい。つけました。これで、ピューって、撃つんだけどね。その次が、
超音波パカッター、これです。まああらゆるあの超音波カッターなんだろうな。まあ超音波カッターの付け方はあのここにつけます。さあつけてみましょう。あと要注意なんだけども、もうあの突起に突起がついております。突起のところを上にしてつけます。はい、こんな風です。これでは、あのフル装備したあさあラウトペダルが完成しました。イエーイ。でも残念だけども、もうフライトモードだけしか、あフライトモードだけしかあののフルマウントができません。あのビークルモードの時は中にあのサウンドウォーリアーとあのこの超音波カッターしかつけないんです。まああのマスドライバーナイフルはつけれません。その次が、あのこれあのディスプレイ、上がアームにあって、下がなんだ、下ががあのベースになっています。おお、これあのデストロンマークだ、あるいはディセプティコンマークもそうだし、うわー、なんかクリアパープルだと美しさが増すかな。はーい、やっぱクリアパープルだと美しいな。私、まあこの俺のの窓もそうだし、まあさすがはクリアパープルは美しい。まあそうだよな。まあだけどもフルマウント状態だったフライトモードだけども、残念ながらこれマスドライバーナイフルは外していきます。マスドライバーナイフルにつけとったこの穴にこのあのベースじゃなくてあのアームのこののジョイントにつけます。そんじゃあつけておきます。じゃーん。さあこれ飛んでるみたいなようなもんで、こんな感じです。まあ上に向ければば、まあ、あの飛んどるような気がします。あ、下には落下した。あ、落ちた。もうごめん。おい、ちょっと俺のボディ、おい、ちょっと落とすんじゃねえよ、俺のボディが気づくだろこの野郎。まあさっきはごめんな。まあこんまあまあベースに落としちゃったけどもしゃあないな。そんじゃいよいよあのロボットモードからトランスフォームを押します。よし、待ってたぞ。ああラウトペダルトランスフォーム、ドゥ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 。まあ完成、ラウトペダルっていいか、か完成じゃねえや。まあこの
まあこの私の美しい姿 がな、まあこれじゃないとな、私の美しい姿はこんな風じゃないといけないな、うん。そんじゃあ、じゃあラウトペタルにあのマスドライバーライフルを装備します。まあさっきあのフライトモードでやったんだけども、これを一応これを倒します。まあこの手にここをラウトペタルの手にはめます。はい、こんな感じ。まあちょっとこれあのナルシストっぽい打ち方してます。なんだなんだこの打ち方。まあこれはナルシストな、まあこれは私の美しい打ち方だ。うん、まだナルシな、なんかトラックスみたいなナルシストだな。おい、そんな、そいつの名前を出すな。まあなんだこのナルシストは。それにはとりあえずラウドペタルをどんな風に動かせるかがやってみます。まあまずは腕がここまでで動きます。まあこれはあここまで動くね。まあだけどもここも折れれば、ちょっと関節が関節の動きが広がるか。まあ、顔は、ああ、これ、ボールジョイント。顔の動きはボールジョイントになっています。おい、俺の、の顔、美しい顔を触るな。まあ、これ、デストロンマーク。でも、これ、で、押せば、まあ、そのままのやつと、デストロンマークが選べれます。まあ、手は、まあ、ここが、4本同時に動く、だけです。そんじゃあ足いきます。まあ太もも腰がこんな風に回せることができ、あ上下には動けれません。う太ももがこんな風に曲がったり、上下にも曲げれます。まあ、だけども、もう、トラックスのディレクアイテムだからね。おい、そいつの名前を出すな。まあ、腕は、ここが曲がって、上下に曲がって、まあこれクイックが入っています。まあ最後に足が、こんな風に左右に曲げたり、上下にも曲げます。まあだけども、こんな風に繋がっとるもんでね、ちょっと格好が悪いな。で、格好が悪いな。悪いか。っていうか、そこを見るんじゃねえ。このバカタレが。あ、そう。そうだな。しかも、顔のところが、G1 の、G1、1986年か85年の、の、
当時のトラックスの、玩具の顔になっています。あー、気持ち悪い。おい、ナルトペタル。なんだ、なんだ。俺の美しい、ボディが、そんなに、そんなにレビューするんか。ん？じゃあ、よう見とっけども、これ、どうだ？これ、トラックスだ。どうするんだ？なんか吐き気がしてきた。気持ち悪い。バタ。このラウトペタルが気絶した。倒れたぞ。トラックスの姿を見たら吐くんか。って、俺そんなやつを見たら余計吐き気がするわ。あ、そうだ。最後になんだけども、このラウトペタルのになんとマーキングシールがついています。あの、3、4が、ここと、ここに、つけられて、1、2、2が、ビークルモードなんですけども、こっちに、1と2をつければいいです。自分好み、これは自分好みでも、貼る人も、貼らない人も、ありますので、自分の好みにしてください。ね。じゃあ、というわけで、ラウトペタルの本レビュー、いかがだったでしょうか？おい。いかがだったでしょうか？これなんかこいつ、ほんと悪いナルシストだな。あいつの、ナルシスト感がいい方だけどもな。でも、ディセプティコンあるいはデストロンだから、悪い方だな。そうだけどな、こいつ、なんか音楽で戦ったりしとるらしいけどな。なんか、プロフィールに、なんか、テストのあるいはディセプティコンの、では見とると、低い評価だって。うわぁ。なんだろう。なぁ。これ、テストの、メガトロンでも評価されてねえな。ははは。それじゃあ、というわけで、今日のバタの動画終わります。コメントに、ラウトペタル欲しいなとか、ナルシストなのかでもいい。ちょっと、レビューが下手もそうだけども、ちょっと下手だもそうだけども、ラウトペタル注文すれば買えばよかったなぁと、でもいいよ。ラウトペタルかっこいいなぁ、でも良いです。自分の励みになります。それじゃあ、次の動画でお会いしましょう。バタでした。バイバーイ。さあ、
さあ、私のお美しい、お美しい姿はいかがだったでしょうか。さあ、まあこの、バタというやつはまあ汚い手だったもんで、余計汚れたボディになっちゃった。まあ、基地に帰って、まあ、体をきれいにしとこう。ああ、汚れたなあ。まあ、汚れた、さあ、また、おい、この動画を見ている人、また、綺麗になったら、また会おう。